皆さんこんにちは。今回は 3.8 での追加カードが判明。スキルは3ダメージと、特殊効果付与に加えて、次のキャラへチェンジ。特殊効果は、カズハが次に落下攻撃するとき、風元素、あるいは拡散された元素で攻撃。ダメージプラス1。爆発は、3ダメージ与えて、召喚物を出す。エンドフェーズに1ダメージと、他の風同様元素変化ありだね。添付カードは装備時元素スキルを発動。装備したカズハが拡散をすると、置物のダメージが2回までプラス1かな。続いてキャンディス。スキルは、シールド付与とスキル準備。発動してから次のターンに水3ダメージ。元素爆発は水にダメージ与えて、味方キャラの通常ダメージ1アップ。さらに、通常が物理のキャラは水元素ダメージへと変化。さらに、キャラチェンジした時水1ダメージを与える。めっちゃ詰め込んでる感ある。添付カードは、元素爆発用。装備したら、元素爆発を発動して、元素爆発効果に通常攻撃を、追加で水1ダメージを与えるように。ただし1ラウンドに1回までだね。最後は炎飛。スキルは敵に3ダメージと、単価の炎。1回まで銃撃のダメージが2アップ。元素爆発は3ダメージと、単価の炎とシャクシャク？炎飛ボイスに若なんですけれども。シャクシャクは、銃撃の消費炎サイコロを1。さらに、エンドフェーズに単価の印を獲得。添付カードは、通常攻撃、銃撃かな？装備したら、風浪の印を1回発動。炎飛の銃撃が HP6 以下の敵に1ダメージアップ。ここからはその他のカードが5枚。1個目、庭園。武器、生物を装備してるキャラがいる場合発動できる。次に武器、生物を装備するときサイコロ2個減少。秘伝分類のカードで、初手で必ず引ける。秘伝カード2枚目、バンガン。味方の残りサイコロが0のとき発動可能。サイコロを2個生成。そして、秘伝カードは1回の試合で1枚しか使用できない。2枚以上デッキには入れられる、その場合はランダムに初手にって感じかな。続いて普通のカードだね。アキラ、武器カードを使用するとき、必要サイコロ1個減少。武器装備キャラがすでにいるとき、1人につき追加でサイコロ1減少、1ラウンドで1回まで。体重のメロデー。武器、生物を使用するとき必要サイコロ1個減少。満月のみ。与えるダメージ1追加、装備時2枚ドロー。ということで追加カードでした。いやー七星召喚にまさかの新ジャンル。秘伝のカードが追加とはたまげたな。ちなみに、ナーフ情報とかは後日でそう。あとは、今回は武器生物関連がメインに追加っぽいね。皆さんは七星召喚やっていますか？以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。